ですね、ザーラさん、オープン戦にもね行かなきゃいけないのでね、そろそろお時間とさせていただきます。はい、お願いします。さあ、オープン戦で名古屋ドームに戻る前に、ドアラさんには新しくできましたフードコートのドラゴンズコーナー、そしてドアラ神社でね、ドラゴンズ優勝しますようにってお願いをしていただきたいと思います。時間まだ大丈夫だよね。はい、ではひとまずこちらのステージ終了とさせていただきますので、皆様にご挨拶をお願いします。そんなにさらっと。ほら、ハッシュタグドアラいいやつってね、載せていただかなきゃいけないですから、しっかりねご挨拶してもらわないと。はい、さあ、この後2時からはね、プロ野球オープン戦最終戦が開催されます。その後イオンモール主催の野球教室にね参加される方もねいらっしゃるですかね。一日ねドラゴンズで楽しんでいってくださいね。はい、ドアラさんからのメッセージそろそろ書き終わります。たくさん書いてますよ。はい、皆様のおかげで自分は生きてます。長生きさせてください。皆様のおかげです。ありがとうございます。ハッシュタグドアラはいいやつ、ぜひ皆様 SNS で拡散をよろしくお願いします。それではドアラさん、フードコートにまず向かいたいと思います。一緒に行かれる方は押したり走ったりだけしないように皆さんご協力をお願いします。ひとまずステージ終了いたします。ありがとうございました。